こんばんは、カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日は、プラグ交換をして、ちょっとずつ鳴らして運転してたんですけども、今日は沿岸道路、帰りちょっと5000回転ぐらいまで回してみようかなと思うので、ちょっと試しに回してみようと思います。それでは沿岸道路乗ります。回してみたんですけれども、3速で5000回転ぐらいまで回したんですが、エンジンパワーが90で、トルクが134で、さあ5000回転ぐらいにちょっと振っただけでこの数字っていうのは今まであまり見たことがないので、やっぱりこうプラグ交換してでエンジン のオイルの添加剤を入れてるんですけども、やっぱり何かしらの効果はありそうですね。で、ちょっとこう回り方がスムーズな印象を受けているので、やっぱり早くちょっと全開にしてみたいなと思うので、まあ、僕の中で100キロが一つの目安なので、明日の帰りはちょっと回してみようかなと思います。で、今日気がついたんですけども、僕今度の日曜日小児救急のバイトなんですね。で、翌週 の10日が小児救急のバイト で17日の日曜日が当番員で仕事なんですね。で、今日から17日連続なので23の土曜日までもう朝から晩まで全部仕事っていうことに今日気がついてですね、ちょっと連休休みボケの後の17連休っていうのは結構ハードだなと思いながら、まあでもね、するしかないので、一応言ったところで仕方がないので、まあ頑張って連勤をこなそうかなと思います。で、どうしてもね、こう休みがないとこう疲れが抜けないっていうのが一つと、まあ高酸急性食道炎という病気も持ってるので、やっぱりちょっと食欲が落ちないかどうか心配っていうのと、まあ、体力的には当然きついですよね。で、子供と遊んでやれないっていうのもちょっと心苦しい感じがするので、まあでも休みがないのは仕方がないのでね、まあ、医療従事者の仕方がない運命なのかなと思って受け入れるしかないですよね。ということで、今日はただ早く、ね、終わったので、というか日が長くなったので、まあ、明るい時間に帰れるとちょっと気持ちがこう何暗くならずに済むというのがあるので、まあ、明日も早く仕事が終わればいいかなと思っています。ということで、カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼します。